今日もひで急行をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから発表がありました発売予定品についてひで急行の目線で紹介いたします。今回はポスターにして3枚分の発表がありました。1枚目の紹介はすでに動画を公開しておりまして、2枚目とホビーセンター加藤さんの情報をこの動画で紹介いたします。まずは JR 東日本さんの E129 系霜取りパンタ搭載車両です。 E129 系は2014年より製造が開始された新潟地区を走る直流近郊型電車です。4両編成の0番台と2両編成の100番台が存在し、2両編成の100番台のうち A23 から30、33、34編成には霜取りパンタが搭載されダブルパンタとなっております。模型はこの霜取りパンタ搭載車両2両セットで発売されます。基本仕様の0番台4両セットと100番台2両セットは10月の発売予定となっております。新潟車両センター所属の A23 編成がプロトタイプ、総合車両製作所ニート事業所製で東洋製 VVVF 三菱製 AU725 クーラーを搭載した姿を再現。ステンレス車体に白色の前頭部を組み合わせた外観に新潟地区の特色を表した黄金イエローとトキピンクの帯色、また豪雪地域での運行を考慮した前面形状や機器設備など特徴的な外観を再現。クモハ E129 にパンタグラフが2機搭載された特徴的な外観を再現。ヘッドライト、テールライト、前面表示点灯、消灯スイッチ付き、白色 LED 採用。ヘッドライトは4灯とも点灯したハイビーム状態を再現。カプラーは各車ともフックなしのボディマウント密連カプラーを採用されます。他の仕様についてはご覧の通りです。こちらの商品は 10-1737 E129 系100番台霜取りパンタ搭載車、2023年2月の発売予定となっております。続いてはしなの鉄道 SR1 系です。1997年 JR 東日本の信越本線の一部を引き継いだしなの鉄道は、車両も国鉄型の115系169系を引き継ぎましたが、車齢も40年を超えてきており、これらの車両を置き換えるべく投入された新造車両です。 SR1 系は3つの番台区分に分けられ、2020年に3編成6両が製造された100番台。こちらは塗装は高原の風をイメージした濃いロイヤルブルーをベースとし、側面には信州の山並みと千曲川の清流をイメージした緑と水色のライン、115系のデザインを踏襲したシャンパンゴールドの4本線が引かれたデザインとなっております。この車両は快速シナノサンライズやシナノサンセット、軽井沢リゾートとして使用されるため、座席はリアルシートとなっております。この100番台はホビーセンター加藤さんよりタイプとして模型化されます。2編成4両や3編成6両の特別快速運用も再現できます。付属のカプラーと連結用スカートに交換してお楽しみください。ホイッスルカバー、列車無線アンテナは屋根と同色の青色で再現。鮮やかな青色をベースに編成全体を流れるような帯を的確に再現。前面表示は特別快速妙高高原を取り付け済み。他の仕様についてはご覧の通りです。そして2021年より投入されたのは200番台4編成8両300番台3編成6両が存在します。これらの番台の違いは、200番台には霜取りパンタが搭載され、300番台は非搭載となっております。模型は霜取りパンタ非搭載の300番台がモデル化されます。シルバーの車体に鮮やかな赤が特徴的なカラーリングを的確に再現。また腰部の細い日本帯と運転台側面にデザインされた金帯や信濃鉄道のロゴマークもリアルに表現。ヘッドライト、テールライト、前面表示は点灯、白色 LED 採用。前面表示はワンマン長野を取り付け済み、交換用行き先表示が付属でワンマン軽井沢と無地が各2両分付きます。側面行き先表示は黒色印刷済みで行き先表示シールが付属されます。他の仕様についてはご覧の通りです。
こちらの商品は 10-955 平野鉄道 SR1K100 番台、軽井沢リゾート号タイプ2両セット、 10-1776 平野鉄道 SR1K300 番台2両セット、2023年2月の発売予定となっております。続いては東急電鉄5050系4000番台です。東急電鉄では田園都市専用の5000系、東横専用の5050系、目黒専用の5080系が存在し、東横専用の5050系のうち10両編成を4000番台としております。模型はこの5050系4000番台をモデル化されます。こちらの模型はスロットレスモーターで再生産となります。東急伝統のステンレス車体を、車体と扉の質感の違いなどを表現し、リアルに再現。5000系列共通の赤い帯と東横線ラインカラーであるピンクの帯を美しく表現。編成中間部は加藤カプラー密連型フックありを標準装備。先頭部はダミーカプラーを装備。スロットレスモーターの採用で、さらにスムースかつ成熟な走行性を実現。他の仕様については記載の通りです。こちらの商品は 10-1824 東急電鉄5050系4000番台基本セット4両、 10-1257 同増結セット A4 両、 10-1258 同増結セット B2 両、2023年2月の発売予定となっております。 HO ゲージからは貨車が2種ラインナップしております。まずはワム8番です。28万番台をプロトタイプに再現。ブレーキテコやステップをはじめとする床下ディテールをリアルに再現。飛び色の車体塗装を美しく再現。他の仕様についてはご覧の通りです。こちらの商品は 1-808 HO ワム8番2両入り、2023年2月の発売予定です。次は YO 8000です。テールライト点灯、鋼板部の特徴やブラックの車体塗装を美しく再現。ブレーキテコやステップをはじめとする床下のディテールを忠実に再現。他の仕様についてはご覧の通りです。こちらの商品は 1-805 HO YO8000 2023年2月の発売予定となっております。ストラクチャー関係では対向式ホームがリニューアルされます。 HO ユニトラック手動ポイント6番、6番ポイント補助直線線路97ミリが新たに発売されます。紹介は以上になります。皆様の車両増備計画のお役に立てれば幸いでございます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。秀急行では秀急行ブログやツイッター、インスタグラムでも楽しい情報を発信しております。この後もどうぞ引き続き秀急行でお楽しみください。ありがとうございました。